お前の呼びかけに応じて、より強く、より凄まじく、より完璧な姿で戻ってきた。さあ、指示を。コロラドはビッグセブンの名において、お前を阻む全てを一掃しよう。指揮官、こちらコロラド。ただいま待機中だ。指示を。指揮官。 確かに新しくなった手法はかっこいいと思うがこうもじっと凝視されていては手法ではなく私を見ていたのかそそうかビッグセブン今となってはただの名誉ある称号に過ぎないなだが落ち込みはしない私の時代はまだ終わっていないのだ 空の色、指揮官にとって意義のあることか私にとっては大事だ。海と同じ青い色、その世界に興味があるんだ。熱気球は山々を越え、関西気は水平線のその先まで視野を広げてくれる。未来の視界は広い。指揮官、お前の目にはどう映っているのだろうか 多ければよく、大きいことは好ましい。光景は正義で、射程は真理。指揮官、お前のその早口言葉は、ますます難解だな。指揮官を空まで発射するのはどうだろうか。<laughs> 冗談だ。指揮官のこの温かい手、まだ話して欲しくはない。 うん、指揮官、火力支援でも艦隊決戦でもいい。作戦命令を。指揮官、任務の報酬が届いた。指揮官、新しいメールだ。それにしても、切手と消し印がバラバラだな。少し。だが確実に目標に近づくことができた。 指揮官、よく帰還した。指揮官、あの、あまり近づかないでくれないかビッグセブン、これは私の誇りの名だ。しかし、残念ながら、かつての私たち戦艦の時代は過ぎ去り、新たな時代を迎えなければならないようだ。指揮官は、 なぜそんなに私のことを気にかけるのか。多くの人が私を恐れ、遠ざける。多分、私もそれに慣れていたのだろう。だが、最近はなんだか、少し寂しい。指揮官は本当に変な人だ。私のような性格の悪い奴と話がしたいなんて。でも、 指揮官と話すのは嫌いではない。指揮官がいてくれるおかげで戦闘中に己を見失わずに済む。お前が言ってた未来にそのずっと興味が。よ,よければ今日もいろいろ教えてくれないか。かなりの燃料と物資が運ばれてきたな。これで。 次の出撃も問題なさそうだ。うん。ビッグセブンとしての私は強大な力を持っているが、戦局に適する階層も必要だ。戦闘警報だ全艦配置につけこんな勝利を待ちわびていた。我らが栄光は未だ色あせることはない。ここで終わる私ではない。 全兵装火力全開チっ、罠か